お疲れ様もの。大魔界沼津出身、続々系エンターテイナー、猫沢遥香です。猫沢バースデー企画2021の一つの目玉であったスナック猫沢リニューアルクラウドファンディングが終了いたしました。飲んでます。僕が沼津コースト FM というね、静岡の放送局でラジオ番組をね、企画放送してるんですけども、まあそちらをですね、今回あのリニューアルさせていただくことというわけで、まあそのいろんな形でそのラジオに参加できるね、まあいわゆるスポンサー、はい、まあ、いろんな形でですね、そのスポンサー枠を募集させていただいたっていうのが今回なんですけど、15日間で集まった、はい、金額がですね、これすごいなんか面白い数字になったんですよ、12万1212っていう、あのなんか数字にすると1212ん、すごい1212 すごいなんか切り板みたいな感じになりましたけれども、結果的にね、はい、そしてですね、まあ、参加していただいた人数24名、そしてこれすごいのがですね、まあ、参加していただいたのがね、今回その静岡の方がねもちろん多かったんですよ、まあ、やっぱ静岡で沼津のラジオにあるので、まあ、静岡の方はそのうちのねやっぱ高い割合は占めるんですけど、その中でも今回、まあ、静岡でしょ、神奈川、愛知、大阪、東京、大分、長野、福島、長野、あれ2回言ってる？ごめん、ちょっと酔ってるからね、なんか2回ぐらい言っちゃってるかもしれない、埼玉ね、あと、はい、あと兵庫、あとね、スウェーデンというですね、本当にね、あのいろんなエリアの方々からね、応援いただけたっていうことが、すごい嬉しかったです、ありがとうございます。まあ一つね、このコロナ禍があって、まあ、そのまああったからこそ精力的に取り組めたそのラジオ番組の企画放送っていうねところではあると思うんですけど、まあ僕ねすごい嬉しかったのが、まあ言うてもね、沼津コースト FM っていうのはコミュニティ FM にあるんですよ。全国放送でもない、もう本当に静岡県の東部でだけ流れているラジオ、まあ今はそのスマホとかパソコンとかでね、あのネットから聞くことができるので、まあ聞こうと思えばもちろんその全国ね、いろんなところであの全国で聞くことができるんですけど、でもさ、なんか知らない土地のさ、別にそのラジオの中になんか入ろうってさ、あんまり思わないじゃないですか普通は。そうでもね、あの猫沢さんのことを応援してくれる人たちはあたおかなちょっと頭がおかしいね、素敵なみんなが多いので、はい、まあね、そんな中でやっぱり全然こう違うねエリアの方でも参加をしようとね、盛り上げ一緒にいようとね思ってくれる人たちがいたのがもう嬉しかったし、あとはそのまあ静岡の、まあ、やっぱりいろんなね、本当にあのジャンル問わずね、そういうアーティストさんだったりとか、あの企業の方だったりとか、あのもうそういう職種とかジャンル問わずに、その今回のあの企画をね応援してくれる方々がいるっていうこと自体が本当に本当に命をなんか救ってもらえるレベルで嬉しかったです、ありがとうございます。僕ね、一個夢が叶ったと思ったんですよ今回。なんか僕ってそのまあ猫沢遥っていう一人のアーティストとしてね、なんかねその一つの目標として、なんか武道館でライブやりたいとかそういうのじゃなくって、なんかその自分のエンターテインメントっていうものが社会とかそういう文化な、なんていうの、社会にもっと必要とされるっていう一つの目標があるんですよ。なんかそれが僕にとっての一つのエンターテインメントの価値にすごく価値が上がるというか、まあそれが一つの目標であって、まあその中の一つにやっぱりその自分のね沼津、静岡県沼津っていう国境をね盛り上げる一つのきっかけになりたいっていうのがあったんですけど、なんかねこの今の時点で
一つね、あ、夢が今叶ってるっていう風に思うことができたんです、今回のプロジェクトで。その静岡沼津を知らない人も支援してくれて、そしてその静岡の中でもね、いろんなその、まあ、静岡を盛り上げたいって思ってる人たちはいっぱいいるんですよ。そうを一つ、なんだろう、こうつなぐことができた一つの今結果を生み出そうとしてるって今ところだと思うんですよね。そう、やっぱりなんか一つのものを盛り上げようと思っても僕やっぱね、一人じゃ無理だと思うの。てか一人じゃ無理っていうか、なんかね、やっぱ限界があると思うの、一人一人には。そうだからこそやっぱりこうつないでいくっていうことをしていくっていうことにすごく意味があると思っていて、そういう意味で一つの今回のプロジェクトはきっかけになれたのではないかとは思っているので、そういう意味ではすごく自分的にも本当に、なんだろう、こう安心したというか、成し遂げたいものに対して一つクリアになったっていう気持ちです。僕はね、続々系エンターテイナーとしてねやってるので、やっぱほらエンターテインメントってなんかこう非日常で続々するじゃないですか。なんかそういうきっかけをもっとね、いろんなこうものに生かしていきたいっていうのをね、これからも一つ目標、まあ、目標というかコンセプト、自分の売りとしてねやっていこうと思ってるので、まあその続々の力で人やいろんなものをつないで、そうすればもっとこう一人で頑張るとかね、一人でこれをやるっていうものより、その点と点が輪になっていくことで、今までみんなができなかったことってまたできるようになると思うんですよね。一人一人の力ではできなかったことが必ずできるようになるっていう、今まで自分がまあそのね、フリーランスのエンターテイナーとしてやってきたイベントとかものづくりで僕はもう身に染みてるので、もう自分的にはね。なのでこれから、まあ、このね沼津コスト FM で僕やらせていただいているスナック猫座っていう番組を通して、それを実現していきたいと思っております。今回この沼津コスト FM スナック猫座のリニューアルっていうところでね、一つ興味を持ってもらえて、そして応援しようと思ってくれて、楽しそうだなって思ってもらったみんなには本当に感謝しております。ありがとうございます。はい、まあ、これからですね、みんなと一緒に作るっていうね、はい、さらなるステップが待っておりますので、参加していただいた方々は本当に楽しみに、そして今回参加できなかったけれども、まあ、どうなるのかなっていう思っていただいている方は優しく見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとう。